こんばんは。生存確認。こんばんは。うわ。こんばんは、こんばんは。よいしょ。今日は衣装付き投資稽古。衣装付き投資稽古でした。疲れた。結構疲れちゃった。なんかね、2日前、私は一生分のごめんなさいを使いましたって言ったじゃないですか。今日は来世の分のごめんなさいを使いました。投資だった。全部終わって、最後のセリフ終わって、よし終わった、よし終わったよ、よかったよかったと思ったら、パッて見たらみんなパッて出てて、全員出てて、え、今何のシーン、え、なんでみんな出てるの、あやーべ、しかも逆側なの、プス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 で、すっごい演出家の、私今声でかっ、ごめんなさい、あのごめんなさい、今日ずっと、今日というか、そのずっと稽古期間だったので、今声本当にでかくて、でプスプスプスって出て、演出家の視線すっごい感じて、自分の場所ついてパッて見たらすごいみたいな顔されて、ね、本当に ちょっと本当に笑ってるみたいな顔みたいな顔で、で開始ね、開始その反省会みたいなって言われたの、ずあじゃあずっとみたいな顔で、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、もうすごいみたいな顔された、本当にごめんなさい、めちゃめちゃごめんなさい、もうケイコバなんで間違える場所だからみたいな、お芝居の大先輩に言われたんですけど、わかりやすい顔、そうでしょ、だってこんな顔されてたもん、みんな顔されてか、ずっとペコ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 してた、自分ペコ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 してた、もう完全に気を抜いちゃって、もう終わったー、よーし終わったー、終わったーと思ったらポッ、え？全員？ここ全員？え？うん？え？ってなった。本当に良くなかった。もうネタにしようと思ってポストしたいと思います。もう本当に笑ってほしい。もうでもね、怒られてはなかった。なんかすごい一人が後ろから、しかも逆側だからプーって走ってたのねとか、みんなの前で本当にごめんなさい、本当にごめんなさい言いましたよ、一昨日一生分のごめんなさい使いましたけど、今来世のごめんなさい使いますって
本当にごめんなさい。しかも昨日言ったの、絶対ミスしません、明日は絶対ミスしません。セリフがな、セリフがないけど、本当にダメ、本当にダメ、本当に反省する、反省してる。投稿しよう、え、一回チェックしてもらいたい、チェックしてもらおう。下書き書いたよ、おととい一生分のごめんなさいを使いましたので、今日は来世分のごめんなさいを使いました、かっこ演出の加藤さんニヤニヤして私を見てたので本当に情けなかった。待って、情けないっていう言葉の使い方は合ってる？初めて使ったんだけど、情けない、自らこの言葉使ったことないかもしれない。演出の加藤さんニヤニヤしてが、うん、文字数ニヤニヤして私を見てたので本当に情けなかった、本当に本当にうわってなった、うわやっちゃった。合ってる？日本語的には合ってる？全部合ってる？本当に情けない。ね、すっごいニヤニヤしながら私見てた。あんなニヤニヤして私を見たことないもん。もう。演出家の名前出してるじゃない？演出家の名前出してるよ。うん。パンダ丸さんからめっちゃ可愛いいただきました。ありがとうございます。優しい、ありがとうございます、めっちゃかわいい、いいのいいの気にしない、本当にもう一生もう絶対もうもう忘れません、そのままそのまま神絶で待機するわ、そのまま待機するわ、本当に逆椅子はね休憩なんだろう、その椅子のところ座れるところは下手だったから、自分上手の人なのにパワーパワー後ろ走ってた、視線感じながらって、もう勢いで小豆になって数ヶ月くらい経って本当に好きになったなって思った。嬉しい。じゃあ本当に勢いだけじゃなくて本当に小豆になってくれたってことだよね。嬉しい。めっちゃ嬉しい。どうしよう、嬉しい。来週会おう。来週会おう。明日その時代のコメント。ねえねえ、もう来週いっぱいでノンストップの生活が終わりますが、そう、私ずっと連続なの、9月始まってからずっと来週いっぱいでノンストップの生活が終わりますが、そういえば先月半分くらいの日が表に出てたけど、あつきの皆さんは何日マチャレに会った？どう？内容チェックと日本語チェック、そう、休みない、全然休みないよ、ゼロゼロゼロ。でもね、来週で終わる、来週以降は一個のお仕事とお話会、握手会、握手会、そうなの、来週以降はもうシン。お、明日も会いに来ます。ありがとうございます。どう？私のこのツイ、このポスト。
日本語も合ってる？もう一回言うよなんかねすごい自分本当にあのツイッターって X って編集できないじゃないですか。送信したらもう投稿して、インスタグラムはまあ誤字とか日本語間違えたら編集できるけど、ごめん聞き逃した。じゃあもう一回言うよめちゃネタバレ。おととい一生分のごめんなさいを使いましたので、今日は来世分のごめんなさいを使いました。かっこ演出の加藤さんニヤニヤして私を見てたので本当に情けなかった。私のミスを見てたので、私のミスの方がいい？私をニヤニヤしながら私を見てた、私のミスどっちがいいだろう。私のミスでも文字数が、文字数はあのタメ口、私でええや、ええやん。私を見てたニヤニヤして私を見てたので本当に情けない。これつあの私のミス説明しすぎな感じ。ああでもそれってなんかね、今私自分ミスしたって説明したけど、文面的にこれも伝わるかな。ごめんなさい使いました、ニヤニヤして私を見てたの本当に情けないっていう文だけで、この分だけで伝わるかな。そんな私であれば適当でいいよ。いやポストしたらいろんな人に見られちゃうから。えそれで、あ大丈夫大丈夫、演出カズさんニヤニヤしてミスした私を見てたので本当に情けなかったの方がどう？ミスした私、私のミスじゃなくてミスした私を、私よっていいよ本当？じゃあそのままにしますよ。来週いっぱいでノンストップの生活が終わりますが、そういえば先月半分くらいの日が表に出てたけど、あずきの皆さんは何日マチャリに会った？会ってくれた？会えた？あーでもね、無実まあ無実は調整したらできるものなけど、半分くらいの日が、うん半分くらいの日が毎日、もし毎日表に出てないよ配信は表でもないなって、半分くらいも、あ半分くらいの日表に出たが、ん？あ、半分くらいの日表に出てた、なるほど、がいらない、ありがとうございます。あずきの皆さんは何日マチャリに、あ何回、何回の方がいい？何日？何回？伝わるから大丈夫、返信関係ずコピペしてポンって返信、秒で返信できるじゃん。あ、シギタンから10周年クマちゃんいただきました、ありがとうございます。あいえいせいべし、何日の方がいい？何回じゃなくて
なんかジョーステップとかもね、1日2回会える日とかあるじゃない。会ってくれた、会った、会ってくれた、会ってくれた、うん、でもね、文字っすね。だから会ったな、にしたけど。あ、じゃあ全部タメ口にしたら、全部タメ口にしたら、来週いっぱいでノンストップの生活が終わるけど、終わるけど、そういえば先月半分くらいの日表に出、あ、けどは2回使っちゃうの、出てた、終わるか、うん、終わ、うん、どうしよう、どうしよう、先週、来週いっぱいでノンストップの生活が終わる、終わるが、終わるがは言わないか、来週いっぱいでノンストップの生活が終わる、どう、来週いっぱいでノンストップの生活が終わる、そういえば先月半分くらいの日表に出てたけど、あずきの皆さん何日マチャリに会ってくれた？終わるけどっていいよ。でもその後に、そういえば先月半分くらいの日表に出てたけどっていう。ノンストップの日々が終わる。むずい。終わるの。来週いっぱいでノンストップの日々が終わる。終わるの。そういえば先月半分くらいの日表に出てたけど、初期の皆さんは何日マチャリに会ってくれた？どう？どう？いい感じ？待って、今文字数ね、マイナス一文字。それが開業なしで。ああ、ダメだ。それも。オッケー。終わる。よく返信したい、返信したいとなまし優しいとなまし。ちょっと待ってね、最後もう一回チェックする。
来週いっぱいでノンストップなの。終わるの。最初の2行だけ敬語、途中からタメ語でもいいかな。来週いっぱいでノンストップの日々が終わるの。そういえば先月半分くらいの日表に出てたけど、あずきの皆さんは何日まちゃんに会ってくれた？タメ口いいっすね。本当？じゃあ投稿します。コメントお待ちしてます。お、皆さんのコメントお待ちしてます。会ってくれる、待って、違和感、会ってくれるは違和感あるけど、待って、なんかチェックしてもらったじゃん。どうしよう、削除、まだ30秒、まだチャンスある、削除した方がいい。会ってくれた、あ、まあ、マジで、あ、何時会ってくれた、変、大丈夫だけど本当？いや、そのままで。もう本当に先月結構、今まで一番出てたじゃないと思うくらい。まあ、上ステも1週間くらいやって、で武道館公演お話し会握手会を、ちょっと待って、あ、ヤピーさんだ。ヤピーさんからとうとういただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。尊いなのありがとうございます。こんばんは、こんばんは。大丈夫かな、外。そんなところも尊いぞ、なもし。いや、尊いの定義わからんわ優しい、ありがとうございます。ぜひね、皆さんコメントをしてください。そうなの、来世皆さん何回私に会ってくれました？何回くらい会ってくれたんだろう。上ステ1週間じゃん。うん、8日まで。え、武道館お話し会、握手会、公認2回公演、
毎日毎日表は出てなかった。でも半分は今まで一番多いかな多分。だってさ、そんなそんな出てた時なくない？半分よ、半分の日毎1ヶ月間来週以降の劇場公演、でもチーム A 公演終わったのでしばらくないよ。うん、チーム A 公演終わった。うん、本当に寂しい。チーム A 公演めっちゃ好き、本当に今までの公演の中で一番好き。お、パンダ丸さんからまためっちゃ可愛いいただきました、ありがとうございます。ミラーボールも ミラーボール毎回分からん、ミラーボールでもね、舞台終わったらしばらく本当に休みたい本当に休みたい。でしかもね、12月の準備もしなければいけないの。もう昨日マネージャーさんに言われたの、グッズ出したかったらデータ早く準備しないとって言われて。分かってるけど、分かってるけどさ、なんかね今回ねちょっと時間があまりにもなくて、本当に簡単なグッズしか出さない。何の話？マネージャーさん厳しい、まあ厳しいっていうか、そもそも納期とかそういうのがあるから厳しいじゃなくて、なんだろう、そのまあ厳しいけど厳しいけどでも、じゃあ舞台終わってからゆっくりでいいよって言ってくれたら、本当にゆっくりデザインしたらもう間に合わないよ当日までは。だからねもう納期。あ、エドモンさんから10周年クマちゃんいただきました、ありがとうございます。いいと思います。締め切りに迫る作者さん、そうなの、締め切りね、ね、そうなの。どうしよう。でもね、何種類出せるのも問題だね。ありがたいことに今年ね、自分いろいろ充実してて、人生一番充実してた1年って言いたいけど、まだ2ヶ月ある今年まだ2ヶ月あるけど、でももう本当に去年に比べたら本当に3、4、5倍くらいのお仕事をしたのね。うん、ね、だからもっといろいろね、レイの、集まる、コレクションしてもらいたい、あれでね、何種類出すかをちょっと迷う。結構本当に種類ね、頑張れば結構出せるけど、デザインはできるけど、でも一個一個ね、単価とかそういうのがあるから、結局何種類出せるかは
私の判断はではできないし、それもあずきどれくらい応援してくれてる、欲しいって思ってくれてるによって何種類出せるか。そうだね、そうなの、あれコレクションしてもらいたいの、あれでね。それとね、メインのデザインもね、メインのデザインも、全くなんか前のデザインはね、これね、一瞬であこれだって思ったけど、そもそもタイトルも、まだ思い浮かばないな。俺今回は初めてのおめでたい日だから全部買わせて、ありがとうございます、嬉しい、全部買わせていただくわよ、優しい、ありがとうございます。でもね、一個一個ね、結構ね、1個作るのに結構の量作らないといけないのねそれもちょっと、コレクションが、コレクションどこまで増えるか楽しみです。優しい。そうだね、発注単位と単価のもあるので、何種類だ、前回は3種類だったで、プラス何の話、前は3種類で、で思ったよりも良かったのね、皆さんたくさんゲットしていただいたので、追加、でも追加メイドなんかのね、デザイン巻きのね、でも追加ハップのハップの、どこに置いてたっけ、あっぷな、どこに置いてた、まあ、思い出したわ、はっぷな、マキのデザインを、あ、でもね、一つ一つしかないわ、どうしよう、今一つしかなくて、当時の演出家の方今毎日会ってるけど渡すの忘れちゃったわ。でもね、でもお世話になってた方今回もいらっしゃるけど4人もいるのよ。でもマキのあのアクスタもう一個だけもらったの。どこに置いてたっけ、ちょっと待って、しまった、あ、しまってない、あった、あったわ、毎日会ってるのに、ああ
んな完全に忘れちゃった。でもね、当時お世話になってた方まだ3人いるのよ。どうしよう。わかった、メイホリックさんの事務所に飾ってもらおう。メイホリックさんの事務所に飾ってもらおう。事務所に飾ってもらったらもうね、大変でした。一個ね、あぶなー、解決だね。今思い出したの、遅くない？遅いけど明日お稽古場持っていくわ。うわ、でもね、前回はね、何の話何の話もう出てるのに前回はこちらの3種類出したのね。で、どれくらい小豆の方、どれくらいゲットしてくれるかわからないから、あの数が会場のキャパより少ないので、あの最後ありがたいことに完売したので追加で結構プラス数して、こちらでもこちらはあのオンラインのみの販売になってて、オンラインのみなの実際。え、待って、かわいい、かわいい。こっちはもう3つはもう完売したのね。でもね、じゃあ今回何種類出すんだろう。ちょっと待ってね、これは4月までじゃない？5月ノートラでも、ノートラはね特定の衣装がないから、ノートラちょっとなしにしよっか。じゃなかったら本当に多くて、イリ6月イリスね、7月フィント出したいな。デザインはあるデザインはある、ピントの出したいな。8月はコンサートやって、まあ、コンサート、9月ジョーステ、イリスジョーステ、あ、9月あれだ、ノートラじゃない、オミカの混乱してる今。9月6日の10月上捨て武道館の新衣装でもね、あれ許可もらうまでは結構時間かかりそう。もし一緒、待って、もう一回まとめよう。ちょっと待ってね、5月、5月はノートラなしで、衣装が特に役名もコロコロ変わって、衣装もコロコロ変わってるので、なしにして、6月のイビス、7月フィント、8月はコンサートで、9月オミカノ、10月、ジョーステ、一応武道館入れよう。でもね、武道館のあの衣装、もらえるかな、どうだろう。
で11月のときめき1234566か。オッケーしてもらえるかな。オッケーしてもらえるかな。本当に事務所、メイホリックさんの事務所に飾ってもらおう。あぶな、今配信して思い出したのね。思い出してなかったら本当に舞台終わってからもうね。強制的に飾ってもらおう。冗談冗談冗談。明日聞いてみます。飾る場所どうしよう。もし6全部出した、いやでも6は多分ダメだと思う。なんかね今回はね時間がね夜なのね。やっぱ平日だから夜だからね一部しかないの。何の話何の話あ一部しかないのね。そうなの。だから物理的に来てくれる方が前よりの半分、満席だとしてもそれかテーブルなしでちょっともっと詰めたらね。でもそれでもさ前よりそれでも前より少ないよ。物理的に一部になるから。かわいい。髪かわいい、飾ってもらおう。今在庫残りどれくらいだろう。ちょっと在庫チェック。おもうちょっとある、もうちょっとあるよ。そっか、かわいい。何種類お消してくれるんだろう。6月イリス、7月フィントは本当に出したい。9月ウミカノ、ウミカノも出したいな。武道館も出したいけど許可は多分めっちゃ時間かかるから間に合わなさそう。自分デザインのにも時間かかるし。11月ときめきはまあ前許可もらったから多分しやすいと思う。明日これ渡す時にちょっと聞いてみるわなんか申し訳ない、これ渡して次渡してもいいんですかみたいな。もともとね、もともとだいぶ前からもう渡したかった。シンプルに忘れちゃった。かわいい、マキかわいい。
パミパミ可愛いけどマキじゃなくて。ナイス作戦お、再来週の幕張メッセ買い出しました。待ってますね。お話司会じゃなくて握手会も本当にツイッ X って言っちゃったり、話握手会って言っちゃったり、自分本当にダメだ。マキャリは好き。マキャリね。マキャリ。明日渡すわ。危な。忘れるところだったわ。明日最もう持っていくわ。最後渡すわ。CX お花。市役所会半面と止まった。嘘でしょ、なんで今も止まってる。私止まってないよ。え、珍しくない？いつもこっちがこっちが止まってて皆さんのところ止まってないのに今私が止まってる。え、しかも半面。え、やだ、早く。え、おおごおご言ってますし、およかったあ今は大丈夫。にゃーん。半面、私まばたきすぐするから半面率が高いの。めちゃめちゃよくないけど、うん、どうしよう。何種類だろう。のと前回はね結構テーマがあったのね。メロディーで色味も、お昼のプーが、あ、午後のプーがピンクで夜のプーが紫という結構なんか分かりやすい分けてたのね。でもくすみのあるピンクとくすみのある紫だからそんなにめちゃめちゃ分かりやすいとかそういうわけじゃないけど、私のそういう意味が含めてて、でパンフレット準備頑張りました。パンフレットね、パンフレットもね、なんかね、お昼の部がピンクで夜の午後の部がピンクで夜の部が紫だから両方使ってて、でメロディーだから音符変えて、で前の1年と、ま、ちょっと半年くらい5ヶ月くらいずれてたので、前の1年とその5ヶ月で、中身はそうだね、中身は自分のなんか振り返りみたいな、今回テーマもまだ全く全くよ。
ポストカード、そうポストカードね、全通のポストカード、私も全部統一したくてこの色味にしました。うん、かわいい全通のポストカードとコースターね。コースター4種類出したけど、どうだろう今回何種類出しさせてもらえるんだろう。一個一個ね全部自分で全部自分で描いたのね。結構一個一個違うデザインして、本当にめっちゃ頑張った、うん、で頑張って、イベント頑張ってとアズキングね、今回もアズキング、あのね私ずっと同じデザインにしたいの、アズキング缶バッジ、ずっとデザイン同じデザインにしたい、なんか同じものを何個コレクションしてもらえるかっていう、だからデザインを変えるつもりがある。だからそれを新しくデザインすることはないけどアズキングとは、ね、まず応援してくださってる皆さんは私のあずきです。で、アズキングってとは、イベントで何の話？何のイベント？イベントでクイズして、で、ゲストの方もいらっしゃって、ゲストはね、基本私のことが基本ね、7個はびっくりするくらい私のこと知らないなってゲスト、まあ、ひいわたんとななこだったんだよね。で、ひいわたん本当に大親友で、私のことめちゃめちゃ知ってるの。だからクイズ出して、あんなに私のこと知ってるひいわたんよりも、マチャリンクイズ正解した人って、すごくない？あんなに私のこと知ってる人なのに。っていう意味でのゲストの方に勝った人に配るアズキング缶バッジで、実際握手会とかでさ、お話し会とかで、ね、本当につけてくれて、つけてくれたり、アズキングの方にねつけてくれたり、うん、2個とか、だこれからどんどん増やしたいな、増やしてほしいなって、だから同じデザインに しようと思ってて、アズキング缶バッジつけて握手会切ってくれたらめちゃめちゃもうかっこよくない？え、私はかっこいいと思うよ。え、3つあるみたいな2つあるみたいなマントを取ってるみたいな、違う違う、そういう意味じゃないけど、でもこれはグッズじゃない、これはグッズじゃない、アズキング缶バッジ2つ持ってるけどつけていたことない。まあ保存でもつけてもマント取ってもどっちでも大丈夫です、ご自由にまたゲットしたい。こちらグッズではないので、会場にお越しの方、お越ししてくださる方のみちゃんのチャンスでね、のみ配るものじゃないけどのみのチャンスね、これ、うん、
ースターね、どうしようコースター間に合うかな、私本当にデザインする時間ない、なのに今配信してる。コースターね、コースターよりこっちの方が時間かかるから、こっちは先にデザイン出すわ。何個何個とりあえず武道館もデザインしてダメだったらダメで仕方ないけど、うん、行ければ今回の盛大イベントに行けていくね、ありがとうございます。え、盛大イベント、え、何の話、ええ何の話、うん、無理のないようにやってくれればそれでいいからね、まずはお休み、うん、いやまずお休みないな、お休みないな、さっきのツイートポストコメント見よう、あ、めっちゃめっちゃ普段よりいいね数多いな、ありがとうございます。ちょっとコメント見てみよう、最近は見逃し配信の毎日だよ見逃し配信2回くらいかな、いやいやちょいやいや、でも会えるのはめっちゃ嬉しかった。この前いっぱいごめんなさいして頑張ってて、いや本当にいっぱいごめんなさいしないと本当にダメだった舞台は言わずもがな、10月全部行ったのと武道館公演オンライン握手会だから数えられない、2日に1回くらいかな確かにね、多分公演オンデマンかな、公演ね、今月の公演ね、チーム A の千秋楽とオカリナの卒業公演でね、うん、だからちょっとね、なんか千秋楽は物理的に難しかった、メンバーも多かったし最後の公演だし、オカリナの卒業公演現場で一緒に応援してくれた人だ、自分も出てる側なのに応援して一緒に応援したって言っちゃった人だったり、オンデマンで見守ってくれた方もいるので、でも本当に待って待って、今本当に2日に1回くらいかなってコメントしてくれた方、確かに、え？だよね、だよね、本当にこれくらいのペースで合ってたこれくらいのペースで合ってた、本当にやはりライフセーブそうなの、ライフセーブもう僕も仕事ですでに一生分謝ってる本当に演出家すっごいニヤニヤしてたが見たな、本当にあんな顔で見られたことなくて、あの方に本当にずっとこんな感じだと思って汗焦ってた、すごいずっと焦ってたわ、焦ってたわ。毎日会ってます、遠方なのでリアルは1回かな、あとは脳内とも配信とメールの持ち夢の中
待ってびっくりした、脳内と配信とメールと夢なんだから、うん、じゃあ毎日会ってるよね、うん、もう模範解答。なんかね、遠いところに住んでるので仕方ないけど、うん、次元を超えてファイトそうだね、次元を超えたな本当に。日本武道館だけ、じゃあ来週の舞台見に来て、渋谷で会おうよ待って、いいね数いつもより多いけど、それは内容それとも写真、内容、はずうん、一生分のごめんなさい使ったけどもう来世分の使ってるわ、本当に本当に今日のって土地ダメだった、本当にセリフがもうセリフもないって思ったらもう本当に気を抜いちゃってやったー終わったー、なんで全員いるのイヒーってなって、もうダメだったな。どうしよう。次何種類だろう。何種類 OK してもらえるんだろう。なんかね、一気に出したらね、なんかね、まあ、全部コレクションしてくれる方もいるはずなんだけど、あ、3種類じゃあその中の1種類選ぼうかっていう、なんかね、結局1種類とか2種類のみの方とかもいるんじゃないですか、絶対いるんじゃないですか。あ、待ってダメだ、それとプラスちょっと待って、プラス12月よ、12月せい、え、うん、これでね、12月バージョンでね、新しいバージョンでね、あ、待って、 1,2,3,4,5,6,7 は絶対却下されるわ、7は却下されるわ、それは確実に、6も却下されるけど、どうしよう、何を削除しようか、ヒントは出したいな、ミカノも出したいって考えたらさ、むずもちろんその場で残ってるものを残ったらパミショップで販売されるけど、ハーモニーメロディーの次はハーモニー、おー、お、結構いい、いいね、メロディーはね一瞬急に浮かんできたのね、メロディーっていうタイトル、マチャリンズメロディなんか今度もマチャリンズなんちゃらかんちゃらというタイトルにしたいのね、
リズム。いや、一回完全に離れたものがいいな。どうしよう、今年上手で、どうしよう。マチャリンズシークレット、うん、ウミカノでシークレットベース歌ったから、シークレットメモしよう。今募集しよっか。まずシークレット。他に何？でもね、抽象的んじゃない？まあでもそれでもいいか。抽象的にでもデザインできるけど。他に何だろう？何があるんだろう？今今年なんかエビが思い込んできた。嫌だな。今年の役だったり自分の活動の中でなんどっかのキーワード使いたいな。レッドピンズ、いやー一応ふんふんなのでちょっとね、どうしよう、エピフェア、どうしよう、ミラーボール、マチャリンズミラー、いやーなんか違うな、なんかキーワードがなくて。どうしよう、おちょっかっこつけすぎだな。
むずいな、難しい、どうしよう。それもマネージャーさんに言われて、早く早く決めてって。って言われた。かっこいいのでいいんじゃない、うん。マネージャーさんのアドバイスは、いや絶対アドバイスない。マネージャーさん決めてってね、絶対アドバイスなんでね、もう自分で決めるしかない。マチャリンズバースって。いやしないけど、ごめんごめんなさい、しないけど、うストレートなのきた、うん、ストレートすぎ、そのまんま、うん、イベントのタイトルですか？あ？あ、ごめん、今英語単語って検索していいのあるかなって調べてる。もう、
調べ方、まあね、仕方ない、とりあえずね。これだっていうのがなくて、ないな。まあちょっといくつメモしたけど、まだこれだっていうタイトルなくて、絶対マネージャーさんにまだ言われるけど、ごめんなさい、もうちょっと時間ください。結構いろんなこと重大してるのよ。もうちょっと時間ください。時間ないよ。あー、すいません、もうちょっと時間くださいしか言えないものが、イベント、とイベント、何の話以外あと2つ重大してるで今回はタイトルとグッデザインね。タンプレートとかね、もうちょっと本当に疲れた。ちょっとね、他に2つある。渋滞中イベントあるかないかわからないけど、21はお休み取ったよ。あるよ、ある。他に忘れてることはある3つだった。あ、3つだったわ。そうだね、あ、3つだったのと、あのスタッフさんになんちゃら感じで伝えといてとか言われたら、あのまだ伝えてないので4つ。ちょっとパミスタッフさんに連絡してもいい？ね、めっちゃ久しぶりにパミスタッフさん最後連絡したのは10月8日あれよ、調整の最終日だった。最後連絡したの、お疲れ様です、お久しぶりですいや、まあ、これスタンプで送ります。お疲れ様です。1,2,3、あー 10% しかない、充電しないと。 iPad 充電、ね、
と。ちゃんとアップしましたかね。ね、とりあえずお久しぶりです、ノンスタンプ送ります。そしてデータを出します。今回のグッズは。もし時間間に合うなら待って、今送信したけど初めてハミの絵文字つけて ないメッセージ送った。今までずっとつけてた、つけてないメッセージがなかった。あら、ちょっと今忙しすぎて急いで連絡した。本当は昨日でも、昨日は本当遅かったからね。いいポチリオと業務楽中なのですね、仕事熱心。いや、ちょっと時間はちょっとない、本当にないのでむしろ遅かったんです。ご無沙汰してます。そう、本当に今ほぼ1ヶ月ですよ。パミスタッフさん、なんかね、パミスタッフさん自分バレてるって知ってるらしくて（笑）なんかね、うん、あ、好きになってあっていうって言ったか
ら、うん、ジムバレてるって言った。うん。顔バレパミスタッフさんね。もう本当にめちゃめちゃもう、そう仲良くしてくれたり。パミスタッフさんの携帯にね、髪の毛、パミのアクスタ、アクスタじゃないわ、パミのステッカーと私のステッカー両方、優しい、優しすぎる、本当に優しい。知ってるけどあえて声かけないから大丈夫。あ、じゃあこれですね。っていう、あ、なるほどね。誰のことかなと思ったけど、なるほど。把握した。もう、別にいいらしいけど、本人はそんなに嫌な感じじゃない。そうなの、久しぶり連絡したわ。最後会ったのは上司の最後だった。何種類 OK なのかな。でもね、結局決めるのはパミスタッフさんじゃないけどね。どうしよう。でもね、上司は一回出したから。でもソフィーの、衣装がめっちゃ好きなの。イリスも出したことないけど、でも、もしイリスとジョーステなんかね、ジョーステの衣装の方がイリスの衣装より特徴ある。でもね、どっちも緑、フィントさんも緑だから、ちょっとイリス、あ、でもイリスも特徴あるわ。へえ、むずい、どうしよう。でも本当にね、一個一個の作品、あー、あっぶなー。今パミスタッフさんで返信が来たので、一瞬皆さんに見せるとこだったわ。あっぶな。見てみますね。あー、申請してみた。ああ、ちょっと待ってください。ありがとうございます。絵文字、ログイン、ログイン、
さすがパミスター早い。そうですよ、めっちゃ早い。そうだね、結論言いますよ。結論は12月21日開けといて開けといてほしい。パミスタッフさんいつもお世話になってます。かっこやっぴもなんかね、プレゼントね、事務所に届いたプレゼントはスタッフさんが写真を撮って送ってくれたのね。最近ちょっと本当に忙しくて、でもね来週事務所は行かないけど、もらう、スタッフさんに会うからもらうので、今ね大きいお荷物が2つあって、1個目はもう開封してもらった。そもそも中身も私知ってて、でもらうね来週でもう1個ね送ったよっていうメッセージが来ました。あ、すごい早い。見てみるね、時間も隠してみ、ありがとうございます。パミスタ紙のスタンプ送るわ。でもう一個でね、あつきがパミの箱送ったよっていうメッセージが来ました。あ、パミの箱を作ってくれたのかなって思って、で写真送られてきたのね、スタッフさん。ほう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 、なんかね中身がパミの箱らしいよ。え、開けてもらってもいいですかって聞いたら、ちょっと今忙しくてって言われて、あ、全然急いでないんですって言って、で後からしかもそのスタッフさんが気づいてくれたんですけど、パミの箱っていうのはね、そもそもこれはもうパミの箱じゃないのって言われて、え、どういうこと、え、中身まだ開けてないよね、うん、まだ開けてない、じゃあなんで、え、どういうこと、なんかすごいちょっとなんか噛み合わなくて、で結局パミの箱っていうのはあの段ボールの上にパミの柄があったの。よくよく見たらね、ちょっとあの柄ちょっと薄かったから最初全く気づかなくて、ちょっと待って、パミスタッフさんがあんかけさん見に行くよ、はずい、頑張るね、うん、全然違う話しちゃった。そう、パミの箱、この大きな段ボールの中になんかパミの箱、パミの箱作ってくれたのかなと思ったけど、あの段ボール自体がパミの箱だったっていう。でもね、よくよく見たらね、その中品名、内容品、衣服って書いてる。ってことは、あ、なるほどね、パミの箱はあの段ボールのことだった。パミの箱は段ボールのことだったわ。楽しみにしてます。ちょっとまだ中身は知りませんが、ありがとうございます。ダンボール自体がパミの箱っていう、ちょっと待って、何のメッセージ、どんなメッセージが来たのかちょっと忘れちゃった。パミの箱みたいなメッセージが来たのね。でもね、あのそう、あのインスタグラムね、微妙にメッセージ見れる時と見れない時あるの。今探したいけど
出てこないかもしれない、その方のメッセージ出てこないな。うん、出てきてない、今探したけど。でもここにはいると思うけどな。渋劇もパンデパミウルの、うん、売らないよ、売らないけど、待って、確認してみるねって。紙で、ありがとうございます、ありがとうございます。でも緊張する、見に行く。でもね、めっちゃいい、見に行くよって言ってくれて、いつ行くか、いつ来るか言わない。いやー、オッケー、ありがとうございます。でもね、結局ね、本番中は多分バタバタして忘れちゃう、誰が来るか本当に忘れちゃうから。ありがとうございます。あんかけさん、あんかけ、あんかけ頑張ります。返信した、言わないかー。え、何、私さっき何て言った。あ、そう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 。でも俺本当に言わないでほしい、言わないでほしい、本当に緊張する。知り合いがいると思ったら、今知ってるのはねメイクさん、めっちゃ仲いいメイクさんは8日初日やんはいるけど、でマネージャーさんも知ってるけど、その日2回公演あるの、お昼か夜か知らない、絶対に教えないでほしい、本当に知りたくないから、本当に絶対に私に言わないでほしい、願ってるわ。でもその日のね、どっかにパミススタッフさん今連絡来たからちょっとわからない、私に言わないでほしい。絶対に私に言わないでほしい、願ってるわ。あ、パミボックス、あ、ボックスだった、箱じゃなかったパミボックス、なんかね、パミボックスって言われたから、なんかパミボックスのかなと思ったら、ってことだよね、あのボックスのも、ボックスじゃなくてそのボックスってことだよね。私の理解合ってる？それか、その中に本当にボックスがあるの。スタッフさんはまだね、開けてないと思うけどな。まあでもスタッフさんも、そのスタッフさんいつ事務所にいるのも知らないけど、とりあえず一回聞いてみるわ、今度いつ事務所行くの、ちょっと開けてほしいってお願いするわ。中身ね、なんか来週撮影があるの。そう、来週のスケジュール、あんなスケジュールなのに、来週撮影があるの、それで物もらえる。でもね、自分もどれ
くらいあのねの量でもねできると思うけどな、そんないっぱいいっぱいじゃないけど、うん、あ全然違う話してもいいんですか、全く違う話してもいいんですか、全くではないんですけどプレゼントの話ですけど、事務所じゃなくて劇場で受け取ったプレゼントの話でね、写真集3冊もらったって話したじゃん、配信で開封配信したいって話したじゃん、ごめん、あの我慢できなくて開封しちゃっためちゃめちゃ見てたおんちゃんとめぐちゃんとももちゃんでね、ごめん配信ちょっと待ちきれなくて自分で眺めてたわ、すまんちょっと本当に早く見たいなってなって配信で開封したいって言ったけど、いやー早く見たいなって思って開封して夜中でキャキャしながら見てた、やっぱりそうだと思ったよねすまん、ええよそうなの、そうなの、キャーキャーしながら、それはおおはふうで、うん、そうすごい写真集っていいねって、写真集でいいなって思いながら見てたのと、前買った写真集も何冊出してもう一回見てた写真集結構好きだよね、写真が好きなの私、写真が好きだから写真集見るのも結構持ってると思うけどな、平均より持ってると思う、でもねほぼ知り合い、ほぼ知ってる人、ほぼよ、本当に面識ない方本当に2人だけ、全く面識ない方の写真は2人だけ、全く面識のない方の写真集っていうのは私の本当に本当に憧れ、めちゃめちゃ憧れの方、荒木優子さんの写真集でもね、めっちゃ昔デビューの時にその当時のマネージャーさんにあのプレゼントで、タンプレでフォントブックもらったの、当時まだ写真集出してなかったと思うけど、 それもらったのと、写真集2年前くらいかな、買った。でもう一人面識全くない方は佐藤ノアさん、モデルさん、なんかね全部可愛いの、あの写真集中身全部可愛い、女の子が可愛いと思う写真集、なんか露出とか基本なくて、でも本当に可愛い、全部可愛い、可愛いが集まってる写真集で、私はもともとあまり知らなくて佐藤ノアさんのことを知らなかったんですけど、たまたま見た写真集が、たまたまその写真集見てめっちゃめちゃ可愛いってなって買った。そう、好きだから写真集買ったじゃなくて、写真集見て好きになって買った。うん、他は全部48関連で、46関連、坂道さんは1冊もらった、オールナイトニッポン出た時に
新内さんからもらったサイン入り。そう、珍しいパターン、そう珍しいパターンね。写真集見てかわいい、好き、欲しいってなって買った。超珍しいパターンだと思うけどな。マシャの写真集希望します。優しい、本当に夢だね。写真が好きだから、写真集、私もこんなに写真集持ってるからね、いつかね、写真集ってその写真の一つの作品じゃないですか。それがすごいね、憧れだね。そう、なんか基本全員面識ある、プラ2人だけ面識ない。でもそれでも結構持ってるよ。他に誰だろう、北原さんのも買ったし、島田さんのも買ったし、他に誰の持ってる、太田直樹さんのも買った、ももちゃんの前のも買った、横山さんの写真集じゃないけど卒業フォントブックみたいな、卒業ブックみたいなもらった。もう絶対もっとある、絶対もっとあるけど、さや姉さんのも持ってるし、でもね地元に置いてる、実家にも置いてる。と誰の絶対もっとある、もっとあるけど今急に思い浮かばなくて。フォントは文字、フォトブックフォトブックね、失礼しました、フォトブック。そうなの、結構写真集本当に好きだから結構持ってる。あーでもゆいりさんのも持ってない、買おうとしてたけどタイミング逃しちゃって買って、あ、ユミリンの持ってる、サインしてほしいな、全然合ってないユミと、ユミリンの持ってるわ、買った、発売当時も買った。そういえばそう、結構持ってるよね私、写真集買っちゃうよね。でも基本本当に知り合い、知ってる人、知らない人本当に2人だけ、知らない人でいいよ面識ない方は2人だけ、他は結構買ってるけど、マジでもらうより買った方が、買った数が多い。サインもらおう、ユミに会いたいな、今日卒業コンサート。最近全然会ってない、最後会ったのはいつだっけ、去年1回は、今年はまだ会ってないと思うけどな。あ、去年に1回が武道館もあったわ、卒コン行ってきました。今日だよね。早くない？もう、あ、でももう23時。あ、待って。ファミスタさん。あとちょっと稽古頑張って、優しい。にゃ。ファミスタさん、本当に優しい。
もう感謝しかない。めちゃめちゃファミスタッフさんに感謝してる。はあ、とりあえずタイトルデータ愛、なるべく早めに出します。じゃなかったら怒られます。もう怒られてるけど、はい、ではでは待って、ゆいの写真集なら余ってるからあげられる余ってるからあげられる。じゃあもらう、じゃあもらう。なんかね、今回も3冊ね、お手紙とかも誰からも書いてなかったの。なかったけど誰からは知ってるっていう誰からは知ってるえ、余ってる。え、じゃあもらういただくわめっちゃ物ねだりみたいなえ、じゃあ他に誰の名前まだ言ってない私もうゆうりさんのもまだもらっ、なんかね、でもいつだっけ、今年、あのね、レッスン場の前に写真があったの、表紙かな。毎回見るたびに、あ、私まだ買ってない、買おうって毎回思うけど結局まだ買ってない。じゃあ待ってますねもう明日はね、明日早い、明日ちょっと早いよ、明日ちょっと早いし長い。明日はゆかり姉さんのバースデーイベント行ってからのお稽古。どうしよう、稽古着そのままの服でもいいか。お稽古着持っていくのは重いし、このままで大丈夫かうん、なんか明日ちょっと朝早いよ。早起き頑張ります。ふう、厚切りの方もね、大歓迎ということで、まあ来てくれる方もいらっしゃいますし、配信で見る予定の方もいらっしゃるんですけど、お待ちしております。では今日の配信ここまでにしようかな。明日ちょっと長い一日になるので今日はここまでにします。ランキング読みたいと思います。いきますよ。13位はレオーネさんです。12位はミッチーさんです。11位はエアビスさんです。10位はユキーさんです。9位はラーメンさんです。8位はミミス、うん、ごめんなさい、うん、8位はミミさんです。7位はナツハさんです。お、名前かわいい、ナツハさんです。次6位はシグレさんです。シグレさん、シグレさん、シグレさんかな、ありがとうございます。続きまして5位はエール SF さんです、ありがとうございます。4位はエゾモンさんです、ありがとうございます。3位はシギタンです。お稽古お疲れ様です、本番楽しみにしてるぞ、なもし楽しみ、噛んだ、楽しみにしてでね、ぞなもしでは続きまして2位はヤピーさんです、ありがとうございます。ヤピーさん。最後1位はパンダマルさんです。マチュアリン多忙な日々の終電が最後の舞台になるといいな、それならゆっくり休んでね、うん、それからゆっくり休んでね、そうなの、本当に休むコンセプトはハーモニーでもね、メロディーなんかね、ちょっと本当に違う、全く違うのにしたいなっていう気持ちもあるけど、って話、もうちょっと考えますね。マネージャーさんに
早く出してくれって言われるまでにギリギリまで粘って考えます。もうほぼギリギリです。ほぼギリギリだけど、ほぼもうちょっとしたら怒られると思うけど、一応私は来週舞台あるからって言えるから、もうちょっとで情報解禁しますね。何の話？何の情報解禁の話？何の話？うん？もうちょっとで情報解禁しますね。だから情報解禁するときにもタイトル発表してほしい。じゃ、タイトルも一緒に発表したいからって。だから早く考えてってちょっと言われてる。何の話？です。はい、では、来週水曜日から日曜日まで舞台あります。マジでときめけ少女たち。エネルギッシュでもない、エビフレアでもない、なんだっけタイトル。マジでときめけ、どこだ、マジでときめけ少女たち星の未来、ちょっと長くてごめんなさい。チケット発売中です。ぜひぜひマチャリチケットゲットしてください。全部8公演あります。場所は渋谷です。めちゃめちゃもうカルカルより渋谷です。日本語おかしいな。はい、お待ちしております。そして12月21日開けておいてください。情報解禁待ってください。何の話？はい、詳しい情報ぜひマチェのエクスとインスタグラムぜひフォローして待ってください。そしてストーリーまだ更新してない、アップな更新まだしてないわ、のと、YouTube もぜひ登録してください。では今日はここまでです。皆さんありがとうございました。明日ちょっと早起きなんでお風呂入ります。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。